根笠駅は、山口県岩国市三河町根笠にある、西木川鉄道西木川清流線の駅。旧国鉄岩飛線時代の駅名読みは、根笠となっていた。単式ホーム一面一線のみの地上駅。ホームは、西木町方に向かって、右手に設置されている。無人駅で、駅舎はなく、ホーム上に屋根付きの待合スペースを備える。 ホーム中ほどの待合スペースすぐ横に出入り口を備える。軌道面の高さの関係から、ホーム及び駅前広場は、駅前を通る山口県道5号線から高い位置に作られている。売店の類は設置されていないが、トイレは、駅前広場すぐ下、山口県道5号線沿いの、根笠駅前バス停すぐ近くに、公衆トイレの形で存在する。また、 駅前広場には、レンタサイクルの格納庫が設置されている。以下は、いずれも2007年3月27日に、撮影されたものである。三河ムーバレー駅のすぐ前を流れる西木川の、対岸には、国道187号線が通っており、そこから分岐する山口県道5号線が、駅すぐ近くに架か,かる渡り橋を経て、駅前を通る格好となっている。以下、 すべて、岩国市生活交通バスによる運行2017年12月時点。いずれも運行本数は少なく、かつ、年末年始には全便運休となる。ありがとうございます。